お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちら迫撃デッキをねやっていこうかなと思います。でこのねディガーがない、まあ、スケバレ型のね無課金迫撃って呼ばれてるんですけど、形がねちょっと変わったので今日はね、そちらをやっていこうかなと思います。でコメントで結構ねメガナイトレイジチャレンジ、メガレイジチャレンジかやっとしって言われたんですけど、やんないです、ごめんなさいまあ理由はねそんなないんですけど、なんとなくやらないです、ごめんなさい。ちゃんとチャレンジのね攻略とかもまあ出そうと思うんですけど、今回はお休みさせてくださいというところで、ムートがね前まで多分ゴブリンギャングでしたね。で、ロリババがウッドだったりもしたんですけど、まあ、今回ちょっと陸がね豊富になったというか、陸が手厚くなったね、この方をやっていきます。クララリーグという、まあ、大会で結構こう優勝したチームのねプロ選手だったりがめっちゃ愛用してたデッキですね。そう、まあムートがねめっちゃいい味を出してるんですよね。そう、迫撃でも攻めれるし、スケバレでも攻めれるし、まあ、ムートでもこう圧力をかけれると、まあ、言ったところですかね。あ、よいしょ、ファイブ打ちます。やばい、これタラババゴーストに当たってないかも。あー、ゲイ、危ない。さあ今回相手はマジアチャゴーストペッカですね。さあペッカ工場、これはねなんなら陸ゴブリンギャングの方が良かったんじゃないか説とかもありますけど、まあ言うてタルババになって陸が1個増えてますし、ムートとかもね結構相手からしたら非常にうざいキャラなんじゃないかなと思います。さああいつですね、あれはもう迫撃で受けてあげて、よいしょ。さあこれは5打ってもいい気もするが、いらないですね。低めで受けつつ、タルババね、悩んだけど、いや、いらなかったっす、いらなかった。まあいいや。まあいいや。で、ここはまあムートで受けつつ、これムートでね、受けたら多分ミリ残りするんで、いや、余裕で残った。ごめん。ミリどころじゃないっすね、こいつ。まあこれ、無視できないですからね、相手も。スワイレキ使った。で、スケバレを、まあとりあえず飛ばして、まあこれにザップを使ってくれると思いますね。なので、まあ次のスケバレ。ちょっと気持ち回転が早いので、次のスキバレで、グッドゲーム、ホレイ、そんな感じでね、やっていければいいかな。攻め100しようかな、これ。なんとなく攻め100。で、ワンチャンマジアチャも来ないこともない。ここにマジアチャがね、来る可能性がすごいありますね。普通にゴーストですね。よいしょ。さあ、ちょっと援護しつつね。で、ここをしっかりマスキを延命してあげることによって、相手としては非常にうざい。スケバレね。もう基本的に回ってきたら飛ばせばいいと思いますね。まあ、エレキが今回は多分、高銃で受けてからのエレキ。そうですね。で、ここは、このね、ムートがね、こういう、なんかババコヤの回収だったり、なんかこうユニットの回収だったりにムートがすごい強いんですよ。これ今相手ポイズン使ったんで、一回これ後ろから行きつつ、しかもこのムートは無視できない。いい。これタワーに入ってますね。で、延命もしてあげて、いやーもうカチカチですね、これは。で、スケバレ回ってきたら飛ばすよと。で、これにもしポイズン打ってくれても、僕はもう一周ね、マスケットとかが回りますので、さあ、ここは5打って、よいしょ、槍ゴブリンで延命しつつね。あー、待って。いや、でもいい、生きてる。あれ、ババが、ババやる気なくね今のはさすがにやる気の問題ですよね。あ、待って、やる気とか話してたらやばい。俺のやる気がなくなってきた。いてぇ。ポイズン使って、エレキかな、エレキかザップですね。よいしょ。さあ、エレキ。まあ、ここは許容しましょうというわけでね。あれ、なんか気づけばダメージが逆転されてる。で、これ8枚マチャチャで射抜かれるのを警戒して、ちょっと変な位置に出します。よいしょ。ワンチャン目できそうだな。一発？一発エラー。まあ、ザップ使った。エレキがね、回ってるかな？ワンチャン回ってない説もある。あ、これエレキ残すなくない？ある。やばいよー。あんなにすごい余裕ぶってたのに、急に負けそうになって、やばいよー。邪魔。お前マジで邪魔だな。ムートがね、壊れたことによって。まあ、いいんですけどね。逆に。それはそれでいい。ああ、ファイボだったな。ムートがやってくれそうな気もする。なんかすげえ、マジで、どうなってんのっていう感じですね。エレキ、
うい、で、ザップか、あれにザップも使われますね。もう僕はあの、とりあえずユニット出しとけばいいみたいな。とりあえず出しとけば、なんか、なんとかなるみたいな。そんな感じですね。耐えます。一生耐えて、このね、高めがめっちゃいいですね。高めに出しとくと相手もポイズン打ちにくかったり。そういう感じのね、ところがあります。ちょっと延命してえな。で、相手はもうポイズン削りに来てますね。そう。オフはだって絶対きついでしょ。これペッカとか出さないと相手。あ、ペッカ出したら、あれが、あっちにザップ打ったら、こっちがね、延命する。いや、来た来た来た。フィーバータイム。これですね。この、迫撃スケバレだけだと、攻めきれないのを、このムートだったり、まあ、ムートですね。ムートになることによって、デッキパワーがね、まあ、勝ると言いますか、このゴリ押し力が増えますよね。単純にナイトムートマスクの方でさえ、まあ、止まんないよというところで、ちょっと一回ね、一回なんか大ダメージ受けたの申し訳ないですね。それよりもっとね、楽に勝てると思いますね。で、前までの迫撃だったら、クロスがね、意外ときつかったんですよ、クロス。そう、ウッドだったし、まあ、ゴブリンギャングだったんで。で、今回は、ムートになった。そして、このローリングバーバリアンにね、変わったことによって、クロスにもね、結構勝率がいいです。というような特徴もありやす。よいしょ。とりあえず、いや、結構これ痛い説あるな。待って。いやー、豚強いっすよね。僕、よく使いますけど。今ので、そんだけダメージ受けちゃいますからね。よいしょ。さあ、今回、ロイホグゴースト、まあ、ワンチャンマジアチとかがいる、あ、なんか5ってよかったかな。神の5を。親衛隊かな、親衛隊が、多分、いそうな。あ、待って、やばい。待って。これごめんな。ファイブで間違えた。ちょっとね。プレイがいかれてるんですけど、勝つんで、許してください。ちょっと待ってよ。今回相手は、ゴースト、トリトン、ハンター、ロイホグ。もう一個マジアチャーだと思うんですよね、対空が。で、タルババでしょ。親衛隊マジアチャムートとかな気がするんですけど、個人的には。いや、アイゴレだな。アイゴレだったら親衛隊いないですね。ちょいとお悩みですね。まあ、ここ許容して、サスケバレで攻めつつ、まあ、迫撃とかもいっちゃいますね。マスクが低めに残ってるんで、ワンチャンね、ユニットによってはファイボもちょっと狙っていきたいな。よいしょ。いや、めっちゃいいタルババした。いや、しかも、マスクが残る。これはロイホグセパとかかな。相手は、お悩み。固めてきたら、まあ、ファイボでいいかな、という感じですね。よいしょ。さあ。で、スケバレ飛ばして、まあ、一生この攻め箱をね、止めないよと。マジアちゃんがね、いると思うんですけどね、個人的に。いないのかな？で、ムートで、壊す。うわ、めっちゃいいトリトン、それ。あ、でもなんか相手もこの、ここのムートめっちゃうざそう、相手も。なんかあいつすげえ位置にいるな。なんかバグってるような動きしてますね。いてー、結構入ってるな。あ、でも絶対きついこれ相手。絶対きついよこれ。よいしょよいしょよいしょ。とりあえず僕は、ここはムートで許容しつつね。よいしょ。いや、いい流れですね。非常にいい流れ。あれ、槍ゴブとかでタゲ取ってムート引っ張られたくないですね。ここはタルババでゴーストを無理やり突破します。あ、いや、ムート残ってる。いや、これがね、強いんですよね。このムートで勝てるっていう。もう迫撃じゃないですもんね、ほぼ通してるのが。オーケー、さあ、ナイスというようなわけですね。まあ、マスケとムートの強みとして、こう、僕は右サイドずっと攻めてたじゃないですか。で、一回あったんですけど、ゴーストが左に来た時に、こう、許容しながらね、タワーのダメージが結構残ってるので、HP が。許容しながら逆サイで受けて、そのまま攻めにも繋げるっていうのが強いですね。さあ、これ、端前プリンはね、KK がしていいって言ってましたね。初手端前プリンはめっちゃ強いかなんか言ってた気がします。なので、多分この人は KK ファンですね。マジで。僕、今まで絶対端前プリン初手は、いや、もったいなくねっていう側だったんですけど。まあ、世界一だと思ってるんですけど、勝手に。枯渇うまいじゃないですか、彼。まあ、その彼がね、
攻め初手始めプリンいいですよって言ってるんで、まあ、多分いいんでしょう。さあ今回相手アウプリですね。アウトロープリンスウッドなんとかって感じかな。まあ防衛迫撃しまくってもいいと思いますけど、まあいいや、タゲ取ってからアウトローですね。さあまあムータで受けつつ、プリンスの手が地味めんどいぐらいかな。まあまあまあ落ち着いて自分が攻めすぎなければ大丈夫ですね。アウプリって結構なんかカウンターデッキだと思ってるんですよ。後ろからプリンセス吹き矢裂いて、相手が攻めてきたらアウトローで蓋して、そのままなんか両サイフルカウンターみたいな、そんなイメージが僕の中であるんで、なんか攻めすぎだけ気をつけてね、やっていきたいですよね。さあこれワンチャンロッキー打たれるかな。攻め迫しちゃおう。よいしょ。でもうこれでプリンちゃん一旦バイバイ。これナイト蓋したらロケ打たれるかな、マジで。よいしょ。さあ、いやーめっちゃいい。このね、迫撃の強さが出ましたね。よいしょ。一発。しかも吹き矢も誘拐したんで十分ですね。ここはギャングからのウッド。アウトローからのウッドでしたね。まあ、ムートで受けて、これ、確定ギャングですね。ゴブリンギャングで受けてくるんで、天才的読みたるババをするかどうかはすごい迷うんですけど、ちょっと一回やっちゃおうかなと。これひよった。あ、僕左側にやろうと思ってたんで、当たってないですね。まあまあまあ、そういうこともね、ありますね。で、ここでもうプリンの竹を取っちゃうですね。ちょっと。コッキー、延命します。で、相手は、まあ、地味にマスケとかもうざいですね。いやー、迫撃、強えな。アルファイブっちいまーす。あ、いや、迫撃強い。暴走してるくないこいつ。でも、ここまで来たら、防衛迫撃して、よいしょ、耐えます。一旦ね、イモることも大事ですね。防衛迫撃、なんかね、こう、後ろのプリンとか、まあ、今回できなかったですけど、プリンとかその辺もね、処理してくれることがあるので、結構おすすめですね。これ大きいですね。よいしょ。焦らず、受けて、このムートで、両サイをね、受けていくと。で、なんなら今回アウトローも吹き矢も使ってるので、このスケバレの多分落下が入ると思うんですよね。250ですね、ファイブは。まあ、一旦もうあとは防衛迫撃して、まあ、2種ファイブはね、怖いですね。端目アウトローからの大きいバレルとかが、来そうですが、よいしょ。さあ、この、見てね。しかも目がね、目だけはいいんで。あともファイブ2周回そうかなーって感じですけど、攻め迫とか防迫残ってるんで、この攻め迫とかもして、なんかプレッシャーかけていけば、なんとかなりそうな気もしないこともない。からの一応延命してあげて、いや、いい。岩投げ大会。よいしょ。イエーイ！さあ、ファイブ圏内ですね、と。まあいうところで、まあムートもね、受けでは非常に優秀ですし、結構強いと思うんですよ。普通に。はい。前のギャング型もまあすごいいいと思うんですけどね。まあこっちはこっちでこっちに良さがある。ウッドじゃなくて、タルババなのが個人的にはね、使いやすいと思いますね。なんか攻めでも防衛でも。なんか転がしとけば楽、あ、なんかなんとかなるみたいな。まあそんな感じ。はい。というわけで、つけばれで押し飛ばします。で、できるだけちゃんとルート強制ですね。こう、一個下にへこませてやった方がいいですね。トルネでキングキドとかされるので。序盤、僕今適当にポイって投げちゃったっすけど。キングキド、やだなって。まあ、ルート強制しても、結局されちゃうんですけどね。さあ、これ、端前で止めたかったな。今回、キョスケバルーンですね。まあ、あれは5打つんで、耐えれますね。5いらねえかな。これ、槍ゴブリンでよかったっすね。まあ、いいや。で、これ、キョスケバルーン、ボム？いや、なんとなくのデッキわかりますね。アイスイズ・ベビドラのボムタワー、トルネ・タルババです。うん。ザップじゃないんですよ、多分。多分ですね、僕が知ってるデッキであるならば。まあ、逆サイコかな。トルネがあったな。トルネだけで守られそうなんで、ヤルゴブリンとか追加してあげて、ちょっとね、プレッシャーを与えていきます。でも今回多分スペルがね、中型スペルがない説があるんですよ。お相手さんが。やばい、くしゃみ出そう。させます。で、巨助を咲かせて、その巨助を溶かします。ここで溶かして、なんならムートとかでね、よいしょ。
いや、めっちゃなんかおしゃれな位置なんでいいか来た。で、これ、スケバレつけたら、多分、ボムタワーなんですよ。わー、うまい。え？ちょっと待って待って。それはうまいな、さすがに。ボムか、まあ、わかんないですけど。これなんか、右側ムートもあるし、ちょっと、やっちゃいます。よいしょよいしょよいしょ。さあ、ダメージは一気に追いつきましたね。で、キョスケバルーンディガーで、キョスケに竹取られると、普通にワンパンされちゃう説があるんで、キョスケは橋入れないようにしたいですね。よいしょ、邪魔じゃね？ムート、すごいなんかね、試合を通してすごい、邪魔な場面が多いんですけど、まあ、活躍してくれそうですけどね。よいしょ。さあ、とりあえずファイブとか打って、これマスクがね、残したかったですね、僕的には、非常に。とりあえず、あと右サイド僕が攻めとけば、勝てそう。マスケ5あるし、あ、しかもあれ、届いてないボムが。いや、でいけ。ちょっと、気持ち延命ね。気持ち延命して、で、ナイトマスケ組むだけ相手はきついで、これ、今、陸が多分きついんですよね。そう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 。そう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 。いいですね。いいですね。で、なんならここで、もう一回。攻め迫をしつつ、いや、一生これしとけば、まあ、おこれ相手また低いな。さっきから低めっすね、俺のお相手さん。まあ、ナイトマスク組んで、別に気をつけて処理されてもいいんですよね。処理されてもいい。で、ボム使ったから逆サイ行きつつ、左、右気をつけ蓋したいと思うんで、ここのムーンとか絶対うざいですね、相手としては。で、早めに巨大スケルトンを溶かすカウンター防止の槍ゴブリンですね。よしよし、左バカ入ったな。マジで。バカ入ってる。え、ちょっとやばい。ちょっとだけね。これ、キョスケのバカとかにね、すぐ引っ張ってきそうなんでね。めっちゃ低めますけどね。おい。で、相手今攻めトルネードした。もう迫撃でね、攻めて。あー、そのボムは嫌ですね。ワンチャン、ボム壊せそう。槍が。槍が、まあ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 。ちょっと。ちょっとだけ危ない香りがしてきた気もしないこともないんですけど、まあ、迫撃で釣って、5打って、マスケ？マスケ？働け？お前。いやでもなんとか耐えれそうですね。あ、待って、そんな勝ち方やだ。あ、ラッキーたまにね、あり、あるやつですね。まあまあ、そういうわけで、まあ、今の見てもらえてたらわかると思うんですけど、強いです、このデッキ。はい、ぜひ使ってみてください。というわけでね、終わりも強ければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。